演舞開演。本日はこちらの特選荒畑緑茶というものを飲んでみたいと思います。中にはこんな紙が同封されていました。で、確かこのうちのこれだったと思うんですよね。この酒蒸し、深蒸し茶というもの、今回は飲むのは。さて、というわけでいろいろ載ってますね。さらにこんな入れ方や習慣の勧めまでの入っています。いっぱい飲みたいですね。さて、でもうちには残念ながら急須がないので、こちらの毎度おなじみティーポットで入れたいと思います。まずはで、きっと粉末なので、いや粉末じゃないな、茶葉なので、やっぱり茶葉でした。というわけで、パックをセット。折りたたんで、お湯を注ぎます。ちょっと入れすぎたかな、でもいっぱい飲みたいしこれぐらいがいいか。では出来上がるまでしばしお待ちを。入れ終わりました。緑茶ちょっと薄い、入れすお湯が入れすぎたのでちょっと薄い気もしますが、まあ気にせず飲んじゃいましょう。では飲んでみます。この味、これぞ日本のお茶ですね。もう控えめでまろやかかつさっぱりとした味わいの緑茶でした。これで体にいいなら嬉しいですね。和菓子とよく合いそうです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。